はい、AO 推薦入試よくある質問4点目は AO 入試の合格率はという質問です。で、まあ、合格率というよりかは多分これは倍率の話になってくるんじゃないかと思います。で、 AO 入試の倍率はもちろん一般入試と同じように 1.0 倍、まあ、もしくはそれ以下、つまり全入ですね。で、全入の大学から10倍前後までかなりの高倍率になる、ところもあります。ですから、まあ、ピンからキリまでになりますね。で、もちろん高倍率のところは難しいというふうに判断していただいても結構ですが、やはり皆さんに考えてほしいのは AO 入試は、大学とのマッチングですね。自分のやりたいことがそこの大学に適してるかどうか、合致してるかどうかです。そのマッチング度が高ければ倍率の高いところでも受かる可能性は出てきますので、その点をよく考えていただければと思います。以上です。